デルポイの女神館、ピューティアーは、デルポイの信託書に仕えたアポローンの女神館である。予言の際で知られており、人々に信託を伝えたとされる。かつては、デルポイの信託書はガイアが司るものとされた。その後、テミスやポイベーに引き継がれた。アポローンが、デルポイの聖地を守る大蛇ピュートーンを射殺した後、デルポイの聖地と信託書を支配した。ホメーロス風参加の、 アポローン参加によると、デルポイの古名ピュートーは、ピュートーオオン退治の神話に由来しているが、ピューティアーという名前はこの古名に由来している。ピューティアーが、洞窟の戸口のところへ置いた三脚台の上に座り、そこの岩の裂け目から立ち上る霊気を吸って、甲骨の境地にいたり、難解な言葉でアポローンの予言を告げたとされる。ヘイラクレースは、デルポイから、 ピューティアーの三脚台を持ち去ったために、オムパレーの奴隷とされて罰せられた。デルポイの神殿の清めの儀式に用いられた。カスタリアの泉の水は、ピューティアーの飲み水でもあった。フェリックス・ギラン、ギリシア神百268ページ。フェリックス・ギラン、ギリシア神九94ページ。ありがとうございます。